どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは愛知県グルメです。今回は愛知県は北名古屋市にお邪魔いたしまして、美味しい串カツ屋さんを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さて、今回やってまいりましたのは愛知県は北名古屋市にあります、こちらのスーパーの吉津屋さんです。こちらの中に美味しい串カツ屋さんがあるというふうに伺いましたのでお邪魔してみました。その名も串菊さんです。こちらの赤い看板が目印なんですけれども、お店の前にはご覧の通り寄せ書きなどがございまして、皆さんに愛されているお店なのがよくわかります。お昼の11時になりますと店内の飲食ができるようになります。こちらがこのお店の食事のメニュー表となっております。ご覧の通りの定食メニューが多く取り揃えているんですけれども、やはり今回はこちらのお店の自慢のメニューでもありますヒレカツ定食1000円を注文いたしました。一体どんな定食なんでしょうか。さて、注文しましたヒレカツ定食が運ばれてきました。ご存知のように、やはり名古屋名物でもあります味噌カツスタイルのようです。ヒレカツは小さめにカットされて、一口サイズでも食べられるぐらいの大きさに仕上がっております。定食を注文いたしますと、白味噌ベースのこちらのお味噌汁、そしてお茶碗いっぱいに盛り付けられたこちらの白いご飯がついてきます。まずはこちらのヒレカツからいただいていきたいと思います。一口このヒレカツをいただきますと、非常に驚くぐらいとても柔らかいんです。揚げ具合が最高でさっくりとしていて、脂っこくないのが特徴のヒレカツです。もうこれは白いご飯何杯でもいけそうなぐらいとても美味しいヒレカツです。さらにこのヒレカツの上にかけられているこちらの味噌、非常にこれも注目してみてください。やはり名古屋の八丁味噌といいますか、甘いベースの味噌に仕上がっていて、ただヒレカツとの相性が抜群、そして白いご飯につけていただくとよりご飯が進むこと間違いなしだと思います。こちらの白味噌ベースのお味噌汁ももちろん美味しいので、ぜひ味わいながらいただいていただければと思います。今回は北名古屋市にありますスーパーの吉津屋さんの中にあります串菊さんを紹介してまいりました。非常に地元の方に愛され続けている隠れ名店でございます。11時の開店とともに今すぐに満席になってしまいますので、11時少し前ぐらいに行かれるといいかなと思います。帰りにはぜひテイクアウトで串カツを買って帰ってみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!